はい、どうも、こんにちは、キトです。この村一通り整地が終わりましたね。まあ、元から割と平らだったから、そんなに整えるってほどもやってないんだけど。なんで、あとはちょっとフェンスでぐるっと囲もうかなと思います。どの辺にしよう。ちょっと、ほんと、なんもないんよな。なんもない村。だから、何か増やそうと思えば、増やしがいはいろいろありそうなんだけど、今んところマジで何もない。で、こっちは、この家が端っこだから、もうこの辺とかで、いいかな。何にもないから、そんなに広くする必要すらもないっていう。ここは、ちょっと曲がるか。村人の人数もそんなにいないのが心配なんよな。4人いるかどうか、増やしときたいね。フェンスが全然足りない。フェンス。もうちょい作っといた方がいいか。よし。ここはあっちにね。ここに一個家があるんだよね。これを格納してやりたいから、ちょっと広げるか。何にもないけど。よし。で、この、お家は、出入り口があっちか。あ、ちょっと広げすぎた。シャベルがもう、やばいな。この村囲い終わったら一旦、どこだ？最初の村あたりに戻って。
よし、こんな感じで。本当何にもないからね、せめてあるものは大事にしていこうという感じです。木が足りるかな。もしかして木が足りない？こっちはここをまっすぐ行くかな。この家が端っこだから、こんな感じで登れちゃうね。よいしょ。これで OK。夜になったから寝とこう。よし。で、こっち側も、こっち側も、この家の、裏までは、裏まではいかんでいい気がする。ちょっとフェンス、思ったよりいらんかったわ。この辺で、十分じゃなかろうか。よいしょ。OK、これで全部囲ったった。フェンスが余った。フェンス余ったから、ちょっとこの動物たちを。動物たちを何とかしたいな。っていうか村人が、なんでそこ入っちゃってるんです？出て。豚は出ないで。どうしよっかな。とりあえず豚ゾーン、牛ゾーンで分けたいから、ちょっと広めにしてやろう。なぜなら他に何もないから。よし。広さはこんなもんでいいかな。これは邪魔だから避けて。この余計なところを、水場は置いといてやろう。
小麦持ってんな。真ん中ってどの辺だ。この辺、この辺でいいか。ちょっと牛さんだけを連れて行きたい。牛、こちらへ。村人もついていた。オッケー。豚はね、別にこっち来なくていいんだよ。まあ、一頭ぐらいいいか。よし。出ておいで。いい。ごねんなよ。出てこいって。牛が出ようとするから。牛はちょっとこちらへ。もう牛に流されてってる。村人が。はい、オッケー。この豚さんは、さよなら。よし、これで、牛ゾーンと豚ゾーンが、できましたと。で、どっか、あ、ここにね、羊がいいんだよね。まあ、一家この点在する形でも。あと、必要なのなんだ？鶏か。鶏ゾーン。鶏ゾーンもなんか、あえてちょっと離した感じで、間違えた。あえて点在させてみる。よし。鶏はまあまたどっかから連れてこよう。これで一通り囲えたし。タイムはつこんだけしかないな。木を。とりあえずぐるっと一周しときますか。タイムつけがてら。本当に何の特色もない村で。この村は今後どうなっていくんだろうか。ずっと何の特色もないまま。いやでもな、こっから北に向かってこう開拓を進めるとしたら、東西か北か、だから、北に向かうときには重要な拠点になってくれそうな気はする。まあ、整えればね。畑すら作ってないけど、なんかもう、ここはいいやっていう気持ちになってるもん。南側にある村をね、開拓頑張んなきゃいけないんで、ちょっと今は温存かな。
よし。とりあえず一周ぐるっと明かりもつけたし、とりあえず地図も貼ったし、ちょっとこの地図、この隣にもう一個あるからね。まだ貼れてないやつ、どれだ？これか。あ、ここかな？どこだ？これどこだっけ？この下か？違うな。こう、じゃない。確かこれ、この辺？いや、これの隣か。横三列で持ってきてるから。となると、あ、ここも貼れるね。ちょっとずらそう。これが、ん？これがどこだっけ？ここか。違うな。高さ的にはここ？ちゃう。あ、これもう貼ってあるのか。これも貼ってあるんだ。よし。じゃあ、現在地が、これじゃないや。あ、これが貼れてないんだ。えい。現在地ここだから、ちょっとこれコピーしときたいな。ん？コピーすでにあった。寝よう。この村の開拓はできたものとして、とりあえず、最初の村あたり戻るか。あ、フェンスゲートがいっぱいあるから、これをつけといてやろう。ちょうどお出かけしやすそうなところに。この辺の岩山とか探検はしがいありそうだけどね。とりあえず石の村かな。あれ、俺はフェンスゲートをどこに置いた。ちょっと海を泳いで帰ろう。
お、イルカブースト。あざっす。早い早い。あ、あっちにもイルカがいるぞ。ああ、早いね。一瞬とはいえ。シャベルがもう、だいぶ、赤ゲージになってるから、こいつは早く回復させてやりたい。開拓には、もうシャベルの力が必要だから。で、やっぱり掘りに行くのがいいかな。丸石がないと。レールが敷けないから。最近とにかく鬱度が高くてね、こう、マイクラはするんだけど、動画は撮れないっていう、そういうメンタルの時に、ひたすら石を引き続けるとか、案外ね、こう気持ち的にいいんよね。なんか楽。何かやってるけど何もやってないみたいな。でも自分でもちょっとあんまりよく分かってないんだけど、この何もしたくないと何かをしていないと落ち着かないが混在するっていう状態。伝わる？何かしようにも体は思うように動かないし、頭も回んない。でも、何かしたい気はするみたいな。線路が道案内してくれるのいいね。わかりやすい。ラストのイルカブースト。最後の追い上げがすごかった。上がれねえ。しゃべるあんま使いたくねえ。あ、でももうすぐそこだな。この辺も潜ったらいろいろありそうだね。よっしゃ、到着。とりあえず、石の村まで帰るか。向こうの方が、一応動物たち、あ、豚がいないままだったっけ。でも畑も作ったし。
よし。そういや、こっちの、この村にフェンスゲートというものを設置してないんよな。相変わらず。鶏が卵を産む瞬間を目撃してしまった。あ、豚もいるわ。ていうかめっちゃ増えてるわ。よし、ここでなら。人参収穫。小麦も収穫。じゃがいもも実ってますね。じゃがいも収穫。またちょっと上とくのも大事。なんだかんだ村人と取引するのが一番経験値うまいよな。人参、じゃがいも、収穫してしまおう。あれ、もう拾えないだと。じゃがいももうちょい植えとくかな。で、あとは種。間違えた、じゃがいもにしてしまった。じゃがいもが拾えない。ここいらん。よし、これで村人と取引をしたいけど、みんなちょっとお休み中ですね。大きでじゃがいもと取引。俺も寝るか。他に農民さんいなかったっけ？コンポスターは3つほど用意されてるけど、村人が少ない。村人を増やそう。さっきの農民さん、ちょっとパンを。みんなパンを食べて増えるんだ。拾って
見てないで拾って、そうそうそう。あ、3人も集まってるから喧嘩になってる。豚さんに餌やり。シャベルの赤ゲージがオレンジゲージになってちょっと安心した。豚肉豚肉。よし、こんなもんかな。鶏も餌やりしとくか。よし、どんどん増えてくる。よし。この人は鶏肉をご所望ですか。人参が欲しい農民さんが欲しいな。ちょっと一個前は、キノコの村か。キノコの村に戻りますかね。そか、最初の村まで戻ってもいい気がする。でも時間がもうないんでね。とりあえず中継点まで行ったら終わりかな、今回は。マジであの村何にもなかったな。名前はもう何にもない村にするしかないぐらい何にもなかった。でもな、何にもない村なんて実際や山ほどあるんよな。何にもない村、その1ぐらい。到着。じゃあ、こっから、キノコの村行くよりは、最初の村、目指した方がいいかな。トロッコ持ってたわ。はい、というわけで、次回は最初の村で、ちょっと装備とかを整えていきたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。